五乳甲牛ウ牛かアジア水牛属に分類される、偶ーテイ類。インドネシア固有種体長150から 180cm。お腹25から 35cm。肩高80から 90cm。体重150から 300kg。頸部や胴体は太い。尾は短いが、先端が踵かかに接す,する。体毛がなく、皮膚がほぼ露出する。 顔や喉、ひづめの上部に白色斑が入る個体もいる。先端が外側へ向かうアルファベットの V 字状の角がある。角長18から37センチメートル。左右の角の基部は接し、基部の断面は三角形。角の表面にはシワがある。次回の内側は白い。幼獣は全身が体毛で覆われる。オスの体色は黒いが、メスの体色は 褐色味を帯びる。小宅林などに生息する。以前は海岸沿いの森林に生息していた。主にペアで生活するが、単独で生活する他小規模な群れを形成すると考えられている。白明時に採食を行い、昼間は日陰で休む。食生は植物食で、植物の芽、若枝、水生植物などを食べる。繁殖形態は耐性。 1>, 1回に1頭の幼獣を産む。寿命は20年。牛科動物としては体育は小柄だが気が荒く怒らせると危険だと言われる。開発による生息地の破壊、食用や核目的の乱獲などにより生息数は激減している。ありがとうございます。